ユージーン・ビクトロビチクーニンは、ロシア系アメリカ人生物学者、アメリカ国立生物工学情報センター、常識研究員、進化生物学及び、計算生物学の第一人者である。クーニンは、モスクワ大学生物学部で学び、1978年に、理学修士号を、1983年に、分子生物学の博士号を、それぞれ取得した。 博士論文は、マルチエンザイム・オーガニゼーション・オブ・エンセファロミジャカルダイテス・ウイルス・レプリケーション・コンプレキシュズであり、バゲム・イズライロビチ・アゴールが指導した。1985年から1991年まで、ソ連医学アカデミーのポリオビ生物学研究所で、計算生物学の研究員として勤務し、ウイルス性科学と、細菌遺伝学の研究を行った。 1991年からはアメリカ国立生物工学情報センターに移り、1996年まで常席研究員の役職を務めた。空人の主要な研究目標としては、ゲノム配列の比較分析や遺伝子機能のゲノムスケールに対する自動化手法が挙げられる。また空人はゲノム進化の数学モデル化に加え、 系統発生解析に対する比較ゲノミクスの適用、祖先生物の復元、大規模な進化シナリオの構築といった研究テーマも扱っている。加えて、クーニンは生命の進化における大きな転換点や、深核生物のシグナル伝達の進化と発生経路についても、比較ゲノミクスの観点から調査研究を行っている。クーニンは、ジョージア工科大学、ボストン大学、 ハイハ大学で非常勤講師を務めた。2014年現在、クーニンは科学ジャーナル、トレンズ・イン・ジェネティクス編集顧問委員、オープンアクセスジャーナルのバイオロジー・ダイレクトで共同編集長を務めている。クーニンは1999年から2001年まで、科学ジャーナル、バイオインフォーマティクスの編集委員を務めた。またクーニンは、論文評価サービス、ファカルティ・オブ・センにおいて、 バイオインフォマティクス分野の諮問委員を務めている。2016年、米国科学アカデミー会員に選出。ありがとうございます。